今日はね、山奥の畑に来てるんだけども、ここでかぼちゃのね、直巻き栽培やってたんで、そのお話、栽培のお話をしたいなと思います。で、これがね、今、発種して何週かな、2、3週間になるかな、なるかぼちゃになります。直巻き。育苗をしないで、ここに直接種をまいて、栽培しているかぼちゃになります。ちょっと密に栽培してるけれども、両脇に伸ばしていくっていう形だね。で、かぼちゃの直巻きなんだけども、直接畑に種を植えて巻くやり方なんだけれども、これは平均気温が15度ぐらいになったら巻けばいいんで、だからだいたい最高気温が20度になって、最低気温10度ぐらいで、最高と最低を足して、半分で割った温度で俺は種を巻いてます。だから最高20度、下10度ぐらいになったら速やかに畝立てて、で、種を巻いて、で、栽培してます。で、ここ、発芽率、いい種なんだけど、自分で取った種だからいいんだけども、一応発芽しなかった時のために、2個ずつ巻いて栽培してます。で、ある程度の大きさになってきたら、ここに出てるんだけども、こうやってさ、カットしてしまって、一本仕立てにしてしまうっていうやり方をしてます。これすることで、かぼちゃね、直巻きにすることで、育苗の手間、場所とかそういうものを節約できるっていうことで、俺はこういうやり方を取るのを好んでやってます。まあ去年は2ヶ月間雨が全く降らず、35度の猛暑日連続でダメだったけれども、これで取れるんで、ね、今年はここちょっと他の人がいない場所で栽培をやってみてます。で、今草すごいでしょ？両脇。ね。で、この草をもうちょっと伸ばしてから、刈原駅で買って敷草にしようと思ってるのね。草をどっからか持ってきて置くんじゃなくて、畑の中で草も栽培してそれを買ってその場に置いてしまおうって。で、敷草にして、その草にツルを絡ませながら伸びてもらおうと。この千鳥でやってるんだけども、こっちの右側のやつをこっちに伸ばして、左側のはこっちに伸ばしてっていう感じでやります。で、その刈り倒す時期はいつなのかって言ったら、まあ今のこの状況で言うと、このライン、ほら、畝立てるときに、ここだけ耕したの、草取ってね。ここだけ。で、ツルがこの辺まで伸びてきたら、伸びてくる手前になったら、刈ります。で、敷草にしてしまうという形でやってます。で、肥料についてなんだけれども、残ってた培養の有機を巻いて、1ヶ月ぐらい前に巻いて、耕運して、置いておいてから、畝立てして、マルチ張って、直巻きしました。で、追肥として、菜種油かすを、ね、これから根、ね、伸びるであろう場所にパラパラパラって巻いて、時間差で、肥料の効果が出てくるのを期待して、追肥してやっておきました。あとは、定期的にね、まあ、1週間に1回でも、水巻きをして、水やりをして、栽培していこうかなっていう感じでやってます。まあ、振り返れば、直巻き。平均気温15度になったら最高20度、最低20、最低10度か、ね、最高20度の最低20度のなった時、平均気温15度ぐらいになったら直巻きすると。で、つるが伸びてきたらここの草は刈って敷草にする。それまでは草も育てておくという形でやってます。ここ何株あるか分かんないけども、それあっちの方もやってるし、こっちの方にもやってるしっていう形、いろいろだよね。全部やり方は同じよ。草が伸びてきたら刈って倒すってのは同じだし、これちょっと草少ないけどもね、少なければその辺から持ってくればいいんだけどもね。ちょっとね、ちょっとなんか白っぽくなってるけど、まあ多分大丈夫かな。裏の色は大丈夫だから、表面白くてもこれ多分品種の関係かな。種取りでバラつきが出るからちょっとね、あれだけども、これはいい色してるし、これ白いのは多分これはね、日焼けではないと思うんだね。裏はいいから、これはこれで OK ということで。で、この辺まではまだ2本残してあるのさ。1本出しさせないで。どっかで結核が出たらね、出たり生育悪いなってのが、まあ、これで出るけど、あ、これちょっと葉っぱ悪いな。で、こういうのが出た時に、あっちから抜いて植え替えするために、ここの、まあ、10株、10何株だけは1本仕立てにしないで、2本まだ残してるっていう状況。どっかで結果が出たりするかもしれないから、そのために取っておいてるっていう感じです。まあこういう感じでやればね、結構省力化できるんで、俺は好きですよ。やっぱ
やっぱさ、手間かければさ、いいってもんでもないかったりするんで、最低限の場所だけ耕して、そこにしっかりとちゃんと手を加えてあげて、で、残りの部分、つるを伸ばすだけのところは、自然の力っていうか、草を生やして土作りをしながら、時期になったら刈り倒すっていう。ね、人間が使うところだけは、ちゃんとまあ、耕したりはするけれども、だから、まあ、こういうふうな自然との、なんだろうな、調和というか、協力作業だよね。ここの部分だけはね、俺が使わせてもらいますよと、ね、この植えてある部分だけは使わせてもらうよと、で他のところは草生やしてなるべく自然の状態にしますと、時期が来たら草刈りして、色草にしちゃいますよっていうことで、ここは人間の場所、ここは一応自然の場所、まあ一応ここも植える畑なんだけどもいう感じで使ってます。のおかげでね、まあここちょっとね、ヤブガラシとか出てきて、こう厄介な草があるんだけどもね、ヤブガラシ。これ厄介なんだけども、それもほら、運べ生えてるし、この露草、これもいい草なんで、こうやって草を植えてれば、だんだんと創生も変わってくるから、ヤブガラシは変わんねえけどね、うん、これだけは消せないと思うけれども、だんだん土がいい方に行くんで、ね、こうやって土作りをしながら、栽培もしながら、っていうやり方。で、なるべく、省力。ここちょっと山の奥だからなかなか来れなくて、1週間に1回来れればいいなっていう場所なんで、なるべく省力にやってます。まあこういう感じでやればね、まあかぼちゃって強いもんだから、土手かぼちゃっていうぐらいだから、土手に植えても育つってことで土手かぼちゃなんて俺教えてもらったんだけども、そういう感じ。だからその強さを生かして、こういう直巻き栽培っていうのをやってます。あとこれね、直巻きにすることで、根っこが自然な形で育つじゃん。あのポットの中でやると根が回って根鉢ができるのね。だその根鉢ができた状態で、まあ、それほぐしてさ植える人とかもいたりするし、それを崩しちゃダメだって植える人もいるんだけれども、それって自然な形じゃないじゃん。ポットの中で根が回ってね、立派な根だねって見るんだけれども、根鉢が回っててさ、確かにそれはいいんだけれども、自然な形じゃないと。根っこがね、根っこがやっぱまっすぐ伸びてとか、そっからひげ根が、まあ、物によるんだけど、直根性のやつとか、ひげ根のものとか、線根性のものとかさ、進根性のものとか、いろいろあるんだけれども、とりあえず自然に自分が伸びたいように土の中に根を伸ばしてもらって、でそれで栽培を進めるっていう、野菜本来、かぼちゃ本来、まあ、トマトでも何でもいいんだけど、本来の根の伸び方をさせることができる、この直巻き栽培は。だから俺はこれが好きなのよ。ね、省力化もできるし、ね、俺はこれ素晴らしい栽培だと思っているんだけどもね、うん、で今年はちゃんと水やりをして、去年の猛暑の水の不足が怖いからやってます。今日もこれから巻こうと思ってるんだけどもね、時間あるかな、まあね、っていう感じでやってますんで、ね、もし、ね、これをねやってみようっていう人がいたら、まあ、今年はもうちょっと難しいかもしれないけど、まあ、これからやってもできるけれども、やってみてほしいなと思います。